日本三古碑は、日本各地に点在する古代碑のうち、書道史の上から極めて重要とされている石踏みに、関する名数。宮城県多賀城市の多賀城碑、群馬県高崎市の市長の多賀碑、栃木県大田原市の那須国造碑、及び、京都府宇治市の宇治橋断碑がそれぞれ日本三古碑と、呼ばれている。いずれも飛鳥時代、奈良時代にかけての8世紀前後の、ものである。 古来古墳時代から、鉄拳や石などに文字を刻み、墓の墓誌や、死者の服装品、あるいは特定の出来事を記録する記念碑など、多種多様の金石文が作られた。多くが、時代の闇の彼方に姿を消すものの、金属や石などの豪険なものに刻まれていることから、伝来、もしくは発掘された場合、当時の出来事を鮮明に伝えるものとなる。 そうした石に刻まれた金石踏み、すなわち火の中で書道史上から重要とされ、日本三古碑と言われるようになった。三古碑というまとめ方が生じたのは明治時代に入ってからと考えられているが、その経緯は不明である。考古学的に古い順によるものではなく、これらより古い石踏みが存在する。例えば、多語碑の周囲には山の上碑。 金井沢碑という古代碑が点在しており、田ゴ碑を含め上野三碑と呼ばれる。この中で一番古いのは681年憲碑の山の上碑であり、8世紀後半憲碑と推定される、田ゴ碑より古いだけでなく、日本三古碑中最古の憲碑である、那須国造碑よりも古い。しかしながら、田ゴ碑は俗日本記に記載される。 タゴ軍が設置された公の辞席を記念した石文である。弁官局からの命令をそのまま記載した碑文となっており、天武天皇御子の保積神皇など、当時の交換の名が刻まれている。保存状態も良く、副動のガラス越しからでも、肉眼ではっきりと碑文が読める。上の三碑のいずれも貴重であることは、間違いないが、その中でもタゴ碑は、 当時の辞席を文献資学、歴史考古学的に実証している重要な一部みである。参考比が書道史上で重要とされるということは、当時の基人、構想などの高い教養を持った人物によって刻まれているのは、当然として、なおかつある程度の長文が刻まれ、風化、破損が少ないということである。すなわちこれらの条件を兼ね備えるということは、 必然的に文献史学、歴史考古学的にも極めて重要な位置づけとなっている。天平法治6年12月1日検討。奈良時代に建設された多賀城の修築記念に検討され、多賀城までの各地域からの工程及び設置、修築の経緯が刻まれている。重要文化財に指定されている。 和道4年3月9日に、他ゴ軍が設置されたことを記念するために憲法。県弁官局からの命令が刻まれており、保積新能、藤原不人などの当時の高官の名も伺える。国の特別史跡に指定されている。700年六百689年。 ナス国像で氷の神に任ぜられた、ナスただし、足ひさげの自責を、息子の石マロラが検証するために献討され、公の自責を記録した他の2匹とは、性格が異なる。国宝に指定されている。ありがとうございます。